プラットホーム駅構内宇治駅は、京都府宇治市にある、京阪電気鉄道宇治線の駅。宇治線の終着駅である。駅番号は KH77。西日本旅客鉄道に同名の駅があることから便宜上、京阪宇治駅と呼ばれることが多い。なお、両駅間は宇治川を挟んで約890メートルの距離がある。休日には、観光客で賑わう。また、 時期によっては混雑するため、駅前ロータリーに、臨時の切符売り場が設けられる。開業時からの駅は大部分が、国鉄、JR 奈良線の南側に位置しており、改築直前の時点では2線路を大型に抱き込む、形状の6両編成に対応したプラットフォームを持つ、駅で改札口を出るとすぐ、宇治橋、またホームの上を、奈良線の鉄橋がまたいでいた。 1991年12月、駅前を通過している不動7号京都宇治線の拡幅に伴う、用地確保及びバスターミナル整備のため駅の移設工事が開始され、1995年6月に新駅を使用開始。線路のすべてが奈良線の北側に移転したほか、駅舎及び駅ビルは奈良線の南北にまたがって設置された。また1914年から、 宇治線でも貨物輸送が開始され、宇治駅の3番線で貨物の受け渡しがされたが、1960年代に廃止されている。駅の属する自治体は、宇治郡宇治村東宇治町宇治市と変わっている。かつては、京都方面からの直通列車が終日にわたって設定されていた。また、観光シーズンにおける大阪方面からの臨時直通列車として、 昭和40年代には6連の列車が設定されていたほか、1998年11月から1999年秋にかけては、宇治快速が運転されていた。現役車は1991年12月より、移設工事が進められ1995年6月17日に、旧駅から切り替えて、使用を開始した。円を基調とした駅車は、 南海の特急ラピートのデザインを手掛けた若林博之の設計によるもので、1996年に私鉄の駅としては初めてとなるグッドデザイン賞を受賞している。2005年12月には改修工事が行われ、駅名表示板が従来の青色の発色型から銀色の非発色型に付け替えられた。なお、現駅は旧駅に比べて180メートル未室ろ方へ。 交代し、営業記録も変更されている。また、この移設に伴い旧駅跡に駅前ロータリーやバスターミナルタクシー待機場を備える駅前広場も設けられた。さらに、駅ビルの建設と駐輪場の設置が進められた。1996年12月、駅前に駅コンコースと商業施設が入る京阪宇治ビルの建設が本格的に開始され、 翌年8月5日に開業した。入り口には巨大なステンドグラス障壁が、飛翔が飾られているほか、当初は2階に、旧、京阪宇治交通のリムジンセンターユーハウス京阪宇治などが入居していた。同センターは2002年に廃止されたが、その跡地には、学習塾の教振が入居している。東端式一面2000のホームを持つ、地上駅で終点には、 油圧式車止めが設置されている。駅舎及び改札口はホーム等端部にある。改札口は1箇所。コンコースは半地下部分にある。2009年11月10日の乗降人員は5353人だった。近年の利用客数は以下の通りである。京都京阪バスが運行している。また、アジサイなどのシーズンには三室ロトジの臨時便も運行される。 かつては、宇治川沿いを経由して、滋賀県の石山駅まで運行される便も存在していた。京阪宇治、京阪宇治駅バス停京阪電気鉄道宇治線、三室戸駅宇治駅。ありがとうございます。